アブクマトウヒレンは、ヒクカトウヒレンの多年層。茎の高さが 180cm にも及ぶ、日本産トウヒレン植物では最も大型になる、ものの一つ。茎は直立し、高さは70から 180cm になる。茎に鋭い量があるか、幅が約 1mm ほどと狭い翼がある。翼のない個体もある。上部は5から10回分子する。 普通、花時には根室葉は存在しない。茎の下部につく葉は角質で光沢はなく、葉芯は乱形。長さ11から2 0トル、幅9から1 5トル、先は A 頭から A 特化しら、基部は心形になり、円に荒い巨子がある。葉の裏面の葉脈に褐色の多細胞端毛がまばらに生える。 傭兵は長さ7から16センチメートルになる。茎につく葉は上に行くに従って徐々に小さくなる。花期は9から10月。登場果樹は副果樹あたり、三棒状に4から5個が密集してつき、頭花の小道は約1.5センチメートル、花柄は長さ5から8ミリメートルになる。双方は、 長さ13から17ミリメートル、傾向から8ミリメートルになる胸筒型で、雲毛があり、長さ2から3ミリメートルになる、胸乱形の包容がある。双方辺は11から12列あり、双方外辺は甲卵形で、長さ3ミリメートル、先端は紫色を帯びて短く反曲する。頭花は筒状花のみからなり、果敢の長さは10から14ミリメートル、色は、 淡い格子色。果実は楕円型で、長さ 4mm になる。痩せかで、灰紫褐色になる。看毛は二輪性で、落ちやすい外輪は、長さ3ミリメートル。花子にも残る内輪は、長さ10から1 1ミリメートルになる。日本固有種。本州の宮城県南部、福島県の太平洋側地域の低山である、阿武熊山地に分布し、 低山の夏緑林の林園や林園、林間の草地に生育する。本種の分布する地域には、仙台東レ連サースレアセンティカが多いが、仙台東レ連は、双方が、象形、双方辺は8列、双方外辺と双方中辺の先端が長く、開けでするか反極し、茎の分子が少なく、茎の翼が発達することなどで、本種と区別される、としている。 一方、ユーリスト、アブクマトウヒレンでは、本種について、仙台トウヒレーンと、キクアザミサースレアウスリエンシスの自然交雑種である、可能性を示唆している。種小名雪上野穴は、宮城県の植物研究家でこの種を見出した、上野武式への懸名である。2013年に、角田雄一によって、植物研究雑誌ボリューム88、 アジア産頭皮連続の分類学的研究6、北海道産の一新種と一新組み合わせ及び、本州産の三新種において、ユーバリ頭皮連サースレアユバリモンタナ、飛島頭皮連サースレアカトアナ、荒沢頭皮連サースレアヤナギタイと共に新種として、命名記載された。ありがとうございます。